こんばんは。どうも、こんばんは。明日は埼玉スーパーアリーナで開催されるファングフェスに出演させていただきます。NCT のステージはでもめっちゃ夜なんですよ。そう、めっちゃ夜、19時何分とかだからめっちゃ夜です。 でも配信もあるみたいで、で、なんと、なんか入場料無料みたいな、すごい謎フェス。謎フェスなんて言ったら怒られますね。なんかすごいんですよ。なんでなのか分かんないけど、今年から始まった新しいフェス、はい、風流フェス待ってます。眠たくなってきたかも。まだお風呂入ってないのに。ヤッホー。ヤッホー。ヤッピー。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日は、火曜日。火曜日ですね。今日は火曜日なんですけれども、なんかどうでしたか？火曜日はそうですね、私はめっちゃ雨に打たれました。めっちゃ雨だった。もうとんでもなく雨でしたね。雨です。ゆっくり。いやだってなんかあとは、なんだろうな、リハに行ってきて、あとこの間来た時とテンション全然違う。 いやそうなんですよね。なんでだろうかね。やっぱなんかその時その時によって違うんですよ、波がね。おちゅっかれ。 ありがとう。ハートありがとうございます。ほら、何度も見たことのある雨上がりの道なのに。オフラインおしゃべり会申し込んでお待ちしております。テンション何パーセント？今50くらい。50ですね。この前が90だったとしたら50くらいかな。普通やん。まあ普通ですかね。私はこれが結構今すごい普通のテンション、低くも高くもない普通っていう感じですかね。寝る前なら普通なんじゃ。普通だと思う。この前のそのなんか、なんだろう、その公演終わりで、しかもみんなと話した後に帰ってきたら、なんかそのテンションでいるから部屋がシーンとしてるのも寂しく感じるし、なんで私はまだこんなに元気なのにこのパワーをこの部屋でなんか消化するんだって思って配信を始めたんですよ。う。明日はね、結構夜遅くの出番でありまして、で多分ちょっと夜配信できないんですよね。明日のうちに多分新潟に帰ってくるので、結構夜遅くなんじゃないかなとかって思ったりとか
してたりとかだったりとか。なので明日私何時に帰ってくることができるんだろうか。そうなんですよ。いやー、なんでね、皆さん19時10分から、そうそうそう、まあね、今そんなに眠たくないし、この前は眠たかったけどなんか眠たいのバレると怒るのめっちゃ子供みたい。いやだから寝ないって、全然今眠たくないから眠たくないし、ね、NGT のステージもぜひ見てください。もう会場にでもどのくらいの方が、でもめっちゃ来るんじゃない、わかんないけど、だって手数料の110円だけしかかからないってみんな言ってた。本当に？みんな SSA でかいよって言ってる。初めて行くんですよ。ドキドキ。こんばんは。今のところ本当に110円だけです。すごいね。いやなんか緊張しそう緊張しがち、何に関しても緊張しがち。なんか最近もフェスとかいろいろ出させていただくけどさ、あとなんか自分が MC 緊張しがちなんか曲よりもやっぱ MC の立ち位置と MC の内容がこうマネージャーさんが作ってくれた台本にあって、なんかそれをちゃんと言わなきゃいけないんですけど、あと尺とかあるじゃないですかなんか結構そうですね、昔から MC でこう喋らせていただく機会って結構あったりとかしたんですけど、割とその MC で喋る言葉がすごい緊張しますね。あ、なんかいやそうですね、でもなんかこう公演の MC と違って他のメンバーとこうフリートークみたいなのってあんまなくって、ほんとこう曲紹介というか、何々と何々と何々を続けて聞いていただきましたのところとか、そのスラスラと言えた方がいいっていうかね、
スラスラと言わないといけなかったりとかする時あるじゃんね。そんななんかこうフリートークみたいなしてる時間はほぼないので、そこがなんか公演とは違いますね。でも フリートークしたそうだもんね。いや、していいならしたいですね。埼玉スーパーアリーナで劇団はるか村をみんなでやるのもありかと思います。ありだね。でしょ？絶対印象には残ると思うんだよね。印象には残ると思うんだよね。最後にそうだね、君のニュースをしたらね、完璧。そうですね。明日はそうだな、でもきっといろんなアイドルさんがいらっしゃるから、また緊張するだろうな。やっぱなんかこう楽屋から一歩出て廊下に出ると、なんかたくさんのアイドルさんがいて、あー世の中にアイドルってこんなにたくさんいるんだなーって多分すんごい思って、そそくさと楽屋に帰るみたいな。なんかやっぱり緊張するんですよね。同年代の女の子とかを見ると、はっ、ってなる。めっちゃ緊張する。なんか可愛い、やばい、何話したらいいんだろうみたいな。なんかあ、お疲れ様です、あ NGT48 の小林はるかです、そうなんですね、はみたいな。やっぱ人、初めての人とかと話すとね、こんな感じになりますよ、そりゃ。逆にどうしていくの？みんな最初から明るい人は。なんかどうしたらいいの本当に。あ、どうもこんにちはみたいな。あ、どうも NGT です、どうもどうも、こんな感じですか。あ、お疲れ様です、お疲れ様です。わかんないよ。おしゃれっす、チッス。あー、そっか、無理だよ、そんなの。びっくりされちゃう。よろしく、イエーイでハイタッチ。ハイタッチ、私さ、ハイタッチする文化ないからさ、ハイタッチする文化ないんだよね。
タッチする文化がねちょっとなくって、そのハイタッチをたまにこう求められた時にめっちゃ緊張する。いやだしさ、ハイタッチって何を重視してるんですか？イエーイってこう音が立った方がいいのか、でも痛いやん、なんか痛いハイタッチはさ相手にも悪いじゃん。でもなんか勢いつけないとさ、ハイタッチはノリ重視じゃない。ノリとかいう二文字で済まそうとする人いますよね。陽キャだ。ノリでいけるみたいな。いやいやいや、いけないから。何ノリって、ノリって何？ノリって何？明るい人たちが言うノリで行くのノリって何？乗り物のノリですか？それともおにぎりのノリですか？だるまさんありがとうございます。テンション、テンションでいく。やばい、眠たくなってきた気がする。本当にさ、配信で白目向きながら寝ちゃうとさ本当に良くないよね。いや白目向いて寝たことは多分ないよ。でもそのくらいの感覚ってことですかね。やばい。でもあと6分だから、明らかに眠そうだもんって。眠くないし、眠くないし。眠くないし。おはよう。眠くないし。眠いと言ってくれ。眠い。明日はよろしくお願いします。毎回思うけど、こうフェスとかについてきてくれるファンの皆様ありがとうございます。手続きとかさ調べたりとかさ、いろいろやらないといけないことがたくさんあると思うのに、なんだかたくさん来てくれてありがとうございます。眠くないし、明日頑張ってね。ありがとう。
と、じゃあですね、ダンジョンの方とか読もうかな。そうだね、こんな感じで配信しちゃってマジで申し訳ない。まあこういう日もあるのよ。ちゃんとメイクしてちゃんと衣装着て配信してる、あ、衣装は着てないわ、時もあれば、まああのあれですよね、こうなんていうの、波、そう、あのギャップ萌えを狙っていく感じでね、こんなボロボロな感じでお届けしている時もあるよっていうことにしとこ。お顔が見えただけで、あ、で、あ、なになに、あ、なに、あ、お顔が見れただけで嬉しいよとかっていうコメントが来たのかなって思って読み上げたら、お顔が見れただけでで止まってた。あ、来た、顔見せてくれてありがとう、癒されました、ありがとうございます。んじゃあ壇上の皆さんを呼ぶぜ。13位、文星さん、12位竹友さん、11位まきまきさん、10位クッキーモンスターメガネさん、9位ゼロさん、8位ふっちゃんさん、7位ほっぺさん、6位ぴょんぴょこぴょんさん、5位としやさん、4位ゆうさん、3位ひよぽんさん、2位おしょうさん、1位ゆららさんです。ありがとうございます。はい、ということで、今日もなんか変な時間に何配信をしたりとかすいませんね、あのしちゃったりしてたんですけれども、夜も配信がなんとかできたみたいでよかったです。いやーでもちゃんとちょっと目覚まして配信しますね。頑張ってね、ありがとうございます。埼玉にどうもお邪魔するから、あの玉ねぎ、玉ねぎ、ほうれん草、玉ねぎ、玉ねぎ大好き、埼玉ねぎ、おやすみなさい。またね、頑張ってください。ありがとう。またね。うん。頑張ってね、ありがとう、頑張ります。